れちょっとレベルのその他のバンドでこれ今来てるぞっていうのは、まあ、その南ドイツっていう南ドイツ、うん、日本のなんか音源は出てる音源を出てますもう2枚出てる2枚出て今3枚目作ってるそうでそれどこで見つけてきたのはもともと友達なんですよ、一緒に音楽始めて、とかあとタイのバンドはインターネットで見つけてそれなんていうバンドカーナビアブットっていう、それなんていう意味なのどういう意味なのなんだっけなストレンジブルーって言ってるうんなんか変なお酒みたいな意味うん酒な密造酒みたいな感じでそれはあのねタイのフェスとかあるじゃないですか、うん、インディーっぽいフェスフェイスブックとか見てそのポスターのを全部一個ずつ聞くみたいななるほどね一個ずつ聞いておみたいなうん、それって割となんていうの結構ハードル上げてる感じそれとももう面白いと思ったらやってみようかみたいな感じなの結構難しいですよでも見つけるのはあそう、うん、なんでかっていうとやっぱタイで人気になっちゃうと結構要求高い、うん、インドネシアとかやったそう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 まず飛行機代とか絶対こっち払わないよみたいなそうすると一番初めのやつでタイのお金から、ね、ヨーロッパに飛行機代とかも高いから、うん、なるほどじゃあレーベルがサポートしてじゃあうち泊まっていいよみたいないくらでも、うん、そういうのとかあとやっぱ音楽的にもそのアジアのシーンで売れてるからって言って、うん、その欧米それ以外で売れるかって言ったら違うじゃないですか、うん、でもアメリカとかはね、うんはその国で売れれば自動的に世界中のフェスに出れるっていうところ、イギリスもそうだよね、うん、その辺の設計ってさ、なんかそれなりにやっぱあるわけその企画模様自体もさなんていうのかな、それこそ日本のバンドで海外で売れるのってさ女の子のパンクっぽい3人組っていう、うん、ある種の類型があるじゃない、うん、それ少年ナイフからチャイニーとか、はいでもう一方にさ、その本当に髪の長いさ、割と最低っぽいのってゆらゆらみたいなもんからさ、うん、棒人間とか、うん、あるじゃない。で、それってほら、ある種海外でもコンテクストがあるので、なんか日本のそういうものって、まあある種受け入れやすさみたいなもんってのもあるのかなって思うけど、うん、それってなんか企画模様的には、なんか割とそれは戦略的なあれなのか、うんまあ、ただ好きだからそうだよなんか、うん、っていうまあロックのやっぱその市場的にその、まあ、欧米というかね、うん、英米英語の文化だから、うん、そこに英語で行ってもそんなに勝ち目はないじゃないですか同じことやってても US インディーのことを日本人がやっててもまず無理だなっていうのは思ってたからそうだったら地元のバンド聞くよみたいな、うん、マクデマルコっぽいバンド、日本人がやってても、あのね、だらしない感が出ないじゃないですか、日本人が。メガネかけて、ウスみたいな感じになっちゃうから、あのだらけ感がやっぱ出ない、わかんないし。わかんない。ね。だからそれこは無理だなっていうのはもともとわかってたから、あの、じゃあ、日本、アジア人にしかないもの、うん、で勝負するしかないじゃないですか。うん、でも、だからといって歌舞伎の格好とか、うん、そういうことやっても、ちょっとクリシェすぎるそうだよ、ね、じゃないですか、うん、だからその海でも棒人間とかもあのまあチャリとかあれだけど、まあ、棒人間とかは向こうのやっぱシーンに入ってるから、うんうん、でどうやってうちら初めは海外のシーンに入れるのかなっていうところを考えてたんですよ、うん、その from Japan みたいなちょっと何に、まあ、言ったら辺境じゃないですか、うん、その辺境のところの面白さじゃなくてその文脈の向こうのシーンの文脈の中でどういうところに入れるかみたいな。でそういうのは、まあ、戦略的って言ったらあれだけど、うん、初めそのサイケっていうところから来て、うん、で多分サイケが絶対なくなるから、そしたらじゃあインディーの方にそのサイケフェスっていうのがめっちゃあったの世界中で10年、まあ、6、7年ぐらい前にベルリン、パリ、ロンドンいろんなニューヨークとかいろんなとこだったんですね。あ、じゃあそこにとりあえず入ってこうっていう戦略なんですよ。はい。で、こんだけあったら絶対なくなるから、
淘汰されるってこと、ね、そうでそこの中でじゃあどうやってインディーの方に入れるか、だからサイケフェス出ずにインディーっぽいフェスにもうちょっと入れてくれみたいなのをブッキングエージェントに言ったりして、へー、本当もうめちゃくちゃ悪いスロット一番朝みたいなところでも、うん、あのこういうフェス出てたらいいからっつって感じで、なるほど。え、今だとまあもちろんそのサイケっぽいさ、そのあれっていうのはまあで要するにクルアンビンがさ、なんかすげえ長い髪長くしてカツラしてるみたいなさ、ああいうちょっとなんていうのそのどう言ったらいいんだろう、まあちょっとギミックじゃない、うん、見え方的にもさ、でそういうものはあったとして、まあそれがほら有効な時間とその空間がある時はまだいいけど、まあその空間が狭まっていった時にそのじゃあ自分たちどこにその定義するかっていうかさ、っていう話の中で、うん、今 どうなの、そのとはいえさ、なんか俺あのインディーロックっぽいものの中にさ結構サイケっぽいの最近やっぱ強い気がするわけ、うん、あのビッグシーフとか、はいはいはい、ああいうバンド、うん、あれすげえやっぱ面白いなと思って、でもそういうのと結構ある種の親和性はすごい高い、はい、だから だんだんやっぱり そっちの方にコンテクスト的には組み込まれていくっていう感じ、そうですかね、うん、うん、まあビッグシックスとかは本当アメリカーナの感じもあるじゃないですか、うん、そのカントリーっぽさとかフォークっぽさにちょっとエクスペリメンタとかサイケの要素が入ってインディーに浄化されて聴きやすいみたいな、そう、うん、でまあクルアンビーとかね、そういうワールドミュージックを言ったらホワイトウォッシュして、うん、厳しいねクルアンビーに聞きやすくするというね、でまああれもだって僕ジャックですね、カルチャラルアプロプリエーションっていうか、まあそれっちゃそうだけどな、なんですよね、なんかタイ語でやって別にタイ人が やればいいのにっていうのもあるし、ね、エチオピアのファンクのバンドがじゃあなんで出てきてないのっていう、本当だな、うん、でもその白人にとっつきやすい感じ、厳しいね、うん、っていうのを僕思ってるんですよね、いや、いいっすよね、クランビー好きですよ、僕、うん、なるほどね、うん、あ、だからそういうメッセージみたいなものっていうのはさ結構表だったら言ってる、いや、結構言ってます、やっぱりあのレーベルでなんでアジアの音楽しか出してないかっていうのは、うん、まあ、結構来るんですよ、他の国からも、あの欧米のバンドからも、でも、の方がそっちから来るんですけど、なんでやってないかっていうと、やっぱりその今だプリマベラとかは男性と女性50、50にするみたいな、うんうん、でそれはやっぱ白人の女性が結構声を上げたから、そうだね、うんうん、で変わる、でもじゃあ白人以外の有色人種がの割合がどんだけ出てるかっつったらほぼいないですよね、うんうん、でこの間最近だとオーストラリアのなんかウーマットレイド、そうそう、ウォーマットレード、うん、アデレードで、うん、ウーマット WOMAD って割と昔からやってると思う、ワールドミュージックのフェスがあって、ウォーマットってあれだね、うん、ピーター・ガブリエとかそういう人が関わってた、うん、昔、そう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 、ね、それすごい古くからある、うん、あ、それに出たの、そうそう、日本はあと民謡クルセイダーズ、はい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 、出てて、なるほどなるほど、ちょっとあったけど、なんかこれあってね、How many women are on the Australia Festival? なるほど。でこれが男。すげえな、何パーセント ?60%?68%? 70%。で、大体こういう感じでいろんなフェスのチャートがあって、うん、で、この後に、How many people of color are on the Australia Festival? 有色人種がの割合がどのくらいかっていうと、うん、もう16、ね。こことかもオレンジ全部白人なんで、なるほど、あ、でも唯一半々ぐらいまで、そうそう、スプラングフェスティバル、でそういうのを多分もうそういうあれでやってるんですよ、そうだね、うん、で、なんかこういうのがだんだんダイバーシティみたいな感じになって来るときに、やっぱアジアのね、その大体やっぱ白人の男性が好きなものしか売れないっていうところから、その人たちがだんだん変わってきて、うん、あ、じゃあそういうのをもう入れようっていうところに多分これがなるのかなみたいな、
なるほどね。っていう時に、まあ、グルーヴベインとかでアジアの音楽だけやってるみたいな、うん、でしかもリーシューじゃないです。リーシューめっちゃあるじゃないですか。あるね。インドネシアの昔のサイケとか、うん、で全部結局ライテンやってくアメリカのレベルが発掘して、日本人がそれ見て あ、それかっこいいのみたいな再発見みたいな。でもあいつら偉いは偉いと思う。うん、そう、すごいですよ。うん、うん、でもそれをじゃあアジア発信でやってこうっていう、そっかそっかそっか、のために、なんかそこでもそんなポリティカルになってもちょっとこういうふうになっちゃうんで、スーみたいな、あれ、うん、あれ結構いるじゃんなるほどね。でもほら、それこそヒップホップっぽい話で言うと、それこそ88 Rising とか、うん、まあれもアメリカの会社なんだけど、うん、まあ、そういうものが出てきたりとか、まあ、多少 ね、だからインディーか、いや、そのミツキみたいな人とか、ああいう、まあ、必ずしも純日本人とは言いづらいというか、ね、どっちかというと帰国してるんだけど、うん、まあ、そういう人とか出てきて、そうそう、アジアのアメリカンの女性、うん、ちょっとマイノリティがいいみたいな、うん、ことは出てきたわけですね。うん、そうなんですよ。なるほどね。だからその時にやっぱりさ、ほら、どうするんだろうな、難しいね。だから、そっか、例えば日本のなんかミュージシャンで若い子らとかと話してるとさ、なんつうの、ほら、海外とか行けばいいじゃんみたいな話するとさ、うん、まあ別にそれが簡単じゃないのも分かんないけど、あの、ほら、自分たちがやってることはあんま変えたくないんですよみたいな話ってされたりするのよ。つまりほら、要するに欧米のマーケットに合わせて、なんか自分たちの音楽をチューニングしていくみたいなことっていうことに対する抵抗みたいなのってあるなみたいな話にされたりするんだけど、それってどう、うん、なんか他の結構デモ送ってくれるバンドとかで、うん、日本のシンガーソングライターの人で日本語で歌ってるんだけど、うん、欧米のレベルに送ったら、いや英語じゃないと無理だよ、うん、英語で歌ってくださいみたいな、うん、そうすると、まあね、第二言語で歌うっていうとアイデンティティを変えるみたいなことになるじゃないですか、うん、でやっぱそれをしなくてもいいんじゃないかっていうところから僕たち始まってるんで、で歌詞も別に分かんなくてもかっこいいものはかっこいいもので、自分が西洋の音楽、うん、ね、聞いた時歌詞分かんなくてもかっこいいと思えたのに、うん、なんで逆はないんだろうっていうところで、うん、まあ、音楽なんかその違うメッセージの伝え方もあるじゃないですか。そうですね、その音楽では分かんないけど、じゃあインタビューを読んだら、あ、こういうこと考えてるんだとか、うんうん、だからなんかそういうアプローチはあるから、うん、そうね、だから、うん、でもやっぱりレーベルやってるからにはさ、例えばじゃあタイのバンド見つけてきましたとかっていうことになった時に、一応音の質感とかさ、うん、一応なんていうのか、欧米のじゃあインディロックのコンテクストにちゃんとハマるような愛しのディレクションとプロデュースするわけじゃない、はい、で それに対する抵抗みたいなのってなんかあったり、タイ語で歌った方がいいよみたいな、あ、逆にそういう話ね、うんうん、もうちょっと自分のアイデンティティ出して、うん、他のところにはないものっていうのを自分で何だろうっていうのをもっと考えればみたいな。なるほどね、うん、だからタイの人が逆に知らない、だからモーラムとかバンバン送って、うん、そのこういうのあるよみたいなあなたの国でもあるからもっとこういう感じでちょっといい感じにインディーにやってみたらみたいなのとか、ね、そっか、うん、この逆にチューニングずらしないような感じで。なるほどなるほど。結構面白いよね。なんか俺もアイスランド一回取材行った時にやっぱそれは言われたい、うん、つまりなんつうのかな、ほらアイスランドからそれこそなんていうの、テラスイフトみたいなものを作ったところでテラスイフトいるんだから聞かれないじゃんっていう話はしてて、うん、でまあとはいえなんかそのアイスランドらしさみたいなものってじゃあどう定義するのっつったらそれがよくわかんないんだよねみたいな話はしてて、でそれってほら中にいる人はわかんない、わかんないですけど外にいるとわかりますよね、わかんない、あの寒さ感洗練された、うん、あの妖精感もね、北欧のあるし、でスウェーディッシュポップとかね、みんな英語で歌ってるけど、うん、あのキラキラ感がアメリカにはないキラキラ感があったりとかするじゃないですか、うん、そういうのをなんか自分の国の音楽とか文化でどういう感じのところが特徴的なのかなみたいな、え、でも日本のそれこそバンドとか日本の音楽のなんか特徴みたいなものがさあるし、なんか例えばじゃあ日本のバンドがテープを送ってき
前の国、日本にもっとこういうのあるぞみたいなことを投げるときにさ、なんか変な民謡とか送ってこられてもさ、うんうん、送ってこられるはみたいなね、これかよ大丈夫かこいつらみたいな感じするじゃん。どういう風に、いや日本はやっぱ近い分僕にとっても難しいんですけど、うん、日本のバンドで大体そういう感じで出たいっていう人はまず英語で歌うじゃないですか。そうだな、なんか UK ロックみたいな感じになっちゃうんですよ大体。ロックっぽくなるよな。そうそう、でそこじゃないでしょみたいな、うん、でそこにまず気づかないときついよ ね、 そ う、 ね、だからそういう感じの感じが好きで、そういうことをやりたいっていうところはちょっとバンドにはいやちょっと難しいのかなっていうのは思いますけどね。うん、そうするとなんかさっき言ったなんだっけ、南ドイツだっけ、トルとかは客観的に見ると例えばどういう面白さがあるので、多分欧米だとこういうコンテクストに載せられるだろうっていう戦略で言うとどういう感じになるの。まず日本語で歌詞歌ってるっていう、うん、歌っていうのと、なんだろう、彼らライブがいいよね。うん、あとそのライブの、まあ、見た目もまず違うし、見た目って結構武器じゃないですか、うん、でそれがね、あの欧米感のね、うん、出してるけどちょっとなんか日本の感じダサいってなるとダサくなっちゃうから、うん、ちょっとそこを尖るというかなんか違うなみたいな、うん、それどういうルックスしてんの。まあルックスはね、ルックスはまあ普通に超サイケみたいな感じだけど、実際でもあれですよ、もしあのこっちのなんかギャル王みたいなのとか、うんうんうん、あるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとかがクラウドロックとかやったら超面白いですけどね。あ、そうだね、すごい面白いね、あのホストみたいなああいう感じとかさ、うん、ね、めっちゃ焼いてるみたいな、うん、そういう、これがそれやんのみたいな、そうかそうか、日本ではこういうやつらがインディやってんのみたいなやつがあればちょっと面白いですけどね。確かに面白いけど、うん、いやでもさ、マッチョみたいな、ほら全員いわゆるクラウドロックのさ、やっぱりダモス好きがいてさ、うん、みたいなことで言うとさ、いやなんかまあそうなんだよね、だからその類型になっちゃうのかみたいなことのある種の残念さというか、うん、残念でもないけど、うん、なんかね、ね、なんかちょっと面白い新しい、あ、こういうんでこういう音楽やるのが一応かっこいいみたいに見えるのありなんだみたいな、ね、なんかそういうのなんかそういうポイントをなんか日本人はなんかまた見つけ出せたというか、で要するにダム鈴木のある種のさ、うん、レガシーをさ、レガシーだ、ね、それ引き継いだ方がいいと思うけど、うん、ね、違うね、そうそうそう、チャイとかは結構、まあ、そう、うん、そのね、そうね、今まで可愛いの感じからネオ可愛いの、ネオ可愛いで、あっちの女子にも勇気を与えるみたいな、まあね、これかっこいいなみたいな、ね、こいつら、うん、その女性のアーティストは絶対ああいういわゆる可愛くなくちゃダメみたいな、うん、その男目線のインダストリアルの感じがちょっとずつ変わってきて、まあね、うん、うん、でもさ、やっぱチャイもさ、それとはいえやっぱ音のさ、ちょっとほら、うん、アニメっぽさと、うん、結構ゴリゴリのパンクっぽいの配合みたいなのってさ、割とありがちな、そうだ、そうね、うんうん、日本っぽさっていう風なものをにはなんかなぞってんなっていう気がして、別にそれが悪いとは全然思わないんだけれども、うん、なんかもうちょっとね、なんかいろんな類型のものが多分出てくるといいかな、うん、昔の方がもっとあったよね、うん、まあ、そうか、ね、なんかそれこそメルトバーンとかさ、そうね、ね、まあ、かなり破天荒だったよね、そうそう、そうね、あのエクストリーム系は結構ね、うん、あるけど最近はないですよね。まあ一時期日本人は何でも極端なことやりたい、やりすぎるみたいな日本のブランドカラーができてた気がするんだけど、そっか、何でも極端にやるみたいな、なるほどね、ハッシュノイズしかり、そっかそっか、ポリスもめちゃくちゃうるさいとか、そうそうそう、音響系とか言ってやたら音数が少なくて静かだとか、そっかそっか、いろんな極端があって、ね、もうちょっと難しいよねいやだからなんかそのなんつうんだろうな、こう全体にやっぱりほら日本は日本の価値の出し方とか、そのどこで実は価値を出してるんだみたいなことっていうのがさ、あのなんていうの、今本当に揺らいでるというか、あんまモデルがないというかさ、
だから日本のインダストリアルの延長で多分売れるのはアジアだと多分いけるんですよね。それこそ日本のねインディーバンドとかシティポップ系も中国とかだとね、1000とか規模でやってるし、ただそれが欧米ではうまいこといかないっていう、なんでだろうっていうところをなんかレコード会社の人は考えた方がいいのかなって。でもやっぱり本当にさ、でもなんかやっぱりその欧米のマーケットもさ、特にアメリカのマーケットが割と、例えばなんつうんだろうな、じゃあアフロビートっつってさ、フラッて聞くみたいな話っつうのがさ、アメリカ人やっぱなかった話じゃない、本当に。だし、なんつうんだろう、やっぱりそういう意味で言うと一番世界でも保守的なマーケットの一つだと。で、それがやっぱり本当に、なんていうの、英語じゃないものをそもそも聞くのありなんだっていう感じには徐々にしてるんですよね。だから、まあ、その変化はやっぱり本当にでかいなっていうふうには思うし、だからその中で多分ね、まあアジアっていうか、まあ向こうはさ、もうちょっとポリティカルな戦略的にさ、ちょっとアジアのバンドでも入れとくかみたいな、そうそう、ちょっといろいろとか黄色、黒、茶色、茶色、茶色、そうそう、黄色あんまいねえなみたいな、そう、だからその中で、でもせっかく向こうがこっち向いてるんだから、ちゃんと返してあげるっていうかさ、そうなんですよ、状況が変わってきてる、欲してるんですよ、そうだね、向こうのフェスとかからもやっぱ来るんですよ、いいバンドいないとか、この辺にツアーしてるバンドいないみたいな。あ、そうなんだ。でももっとツアーできてればいけたのになみたいなのがあるし、やっぱでもアメリカは違うけど、ヨーロッパはそういう政府系のお金も結構出やすいし、フェスとかもできやすいから、そうだよね、チャンスはあるんですよ。チャンスある、だからみんな最初の一歩が分かんないんだろうな。ね、もっと調べていいフェスとかに自分たちでバンバン行ったら結構行けるようなバンドいっぱい日本にもいると思いますけどね。そうだよね、でもやっぱ英語で一個メッセージするのも分かんないみたいな感じじゃないですか。だからそこがあれだから。え、英語って向こう行って勉強したってこと？そうです。高校卒業してから、まあアメリカ行って英語学校とか行って大学入ってって、で、なんかたまたまそのメンバーにあともう2人英語喋る人がいたから。あ、そうなんだ。そうなんですよ。それレアだね。そうです、レアレアかも。でもみんなもともとバンドやったことない人で始めてるんで。そうなんですよ。そうなんですよ。僕だけちょっとベースやってたぐらいで、あとはみんなバンドやったことないです。よくそんなやつ集めたの。そう、だからそういうなんか下手な人が欲しかったから、適当にダウドとかは大学、早稲田のあそこのなんだっけ、演劇博物館みたいなのあるじゃないですか、あそこで働いてたから、ダウドは。そうなんだ。ツアーとしてそう、で、なんか巻きタバコうまく巻いてるから、巻きタバコうまく巻いてるって言うあれ怪しいあ、それですか、一緒にやるわ、いいよバンドやろうよ、いいよ、いいよ、マジか、すげえな。そうそう、感じなんで、そういうなんか日本の技術がうまいっていうところが僕もあんまり面白くないなと思ってたんですね。日本のライブ見て全員うまいから、ロラム全員同じ叩き方するし、それ ESP 音楽学院とかそういうまあ ESP かわかんないけどまあね、そうだよね、なんかみんなうまい、同じ叩き方するから、それがなんかあんまり、下手でもいいっていうのが最低じゃないですか。まあそうだね。うん。そうだね。なるほどね。すげえな。そんなバンドの組み方あるんだ。そうだよね。そうか。で、ここから先のちょっと今年のちょっとコロナっぽい話になっちゃったんで。はい。コロナは結構影響を受けてますよ。そうだよね、僕そのアメリカのサウンドやってるやつはもう3月いっぱい全部仕事ないみたいな。そうだよね、でツアーもバンバンキャンセルってるし、フェスもないし、どうするの、まあね、さっきご飯とか喋ってたけど、じゃあどうやって食うかみたいな感じじゃないですか。で、君島さんみたいな
サウンド、フロント、ライブサウンドとレコーディングやってるような人たちは、まあね、じゃあみんなレックするかみたいな仕方なくできるけど、ね、ライブサウンドしかやってない人はできなくなっちゃうから、そういう感じ。どうやってそれを変えていくかみたいな感じが多分なると思うんですよね。バンドはどういうふうに僕たちはアジアツアーが本当は5月にから入るはずだったんですけど、韓国、台湾、でもなんか韓国はやるって言ってました、ね、でうちはビザ出ないじゃんみたいな、で送ったら、いやなんか政府今度なんかピースあのなんだっけ38度線、半門店、半門店でフェスがあるんですよ。あ、知ってる知ってる。 そこのあれが来て、マジか無理だよっつったら、いや今こそやるべきだみたいな気持ちは分かる、であとインドからもちゃんとオファー来て、インドツアーみたいな 3章4章ぐらいの、でインドもこの間俺ビザ出ないって聞いたけどみたいな、っていうところからガンガンオファーが来てるから、どうなってんの、様子見って感じですね。なるほど。でも今年は僕たち本当ツアーするしないですよ。あの曲作りの年にしようっつって、来年からツアーなんで、まあ、ちょうどタイミングが良かったかなって感じなんですけど。なるほど。なんか配信っぽい話にはなってたりするじゃない、まあ、なんかライブ配信 でしかもそこにまあ投げ銭っぽい、例えばやり方入れてこうぜみたいな話とかになってる、それどう？それね、あんまりかな。そうなんだ。配信ってやっぱライブ配信ですか。ライブ配信、さっきのセロがやって、そう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 、やっぱあのそれだったら別にね、KXP みたいなああいうスタジオで撮ってやるのでいいんじゃないって思うし、お客さんの反応が全くない状態ってことですよね。そう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 、ただそうなんだよね。だからそうなんだよ。だからなんかあの KXP とかさ、ほらオーディオツリーライブとかさ、あの手のやつ俺結構好き。僕も好きです。 NPR とかね、 NPR とかもっと増えりゃいいのにね、日本でもね、あれってでもマネタイズできてんの、あの KXP とか。あ、 KXP はあのドネーションなんですよね。あ、そっかそっか。で、NPR もそうだね。そうそう。でドネーションいくら以上してくれた人たちにはその特別のライブもあるみたいな。あ、そうなんだ。この間僕たちやったんですけど、それ。あ、そうなんだ。シアトルまで行ってわざわざ。へえ。あれってギャラ出んの？え、出ないです。完全にプロモーションっていうことか。そうそう。でもなんかさっきね話してたのは。なんかリハスタとか、日本のリハスタとか機材あるところが、そういうのをなんかやって、例えば福岡バージョン、大阪、名古屋、東京、札幌とかでやって、そのシーンの街のインディーバンド、いいバンドとかをちゃんとやって、で機材もあるから、そういうのでシリーズ化してってアーカイブしてったら、あ、福岡こんな10バンドいて、ね、この名古屋こんなバンドいてみたいなのが上手くなって、それをなんかね、初めのお金もいるけど、じゃあそれも、そういうじゃあ機材会社とか、ね、アンプの会社、フェンダーとかマーシャルとかやったらお金もらったりとか、巻き込んで ね、巻き込んでマイクの会社とか、そういうのもどんどんいい感じの、そういう変なダサい会社とかじゃなくて、ちょっとちゃんとしたところでやって、なんかかっこいいキュレーション、キュレーションだよね、キュレーションです、センスが問われるから。そうね、アーカイブされた時にね、そう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 、なんだこれみたいな、この並びっていうかっこよさが出ないと、かっこよければ、そこをさ、なんかなんつうのかな、そうなんだよ、俺そこが重要だっていうのは言ってんだけど、あんまりみんなわかんないんだよな、ね、なんかほら、意外とわかんないんだよ、そのキュレーションだぞっていう話がさ、キュレーションなんですよ。そう、で、そのキュレーション見て出たいっていう人たちも来るし、お客さんもさ、そのキュレーションだから知らないバンドも聴いてみようみたいなことになるわけなので、それをちゃんとブランド化しなきゃいけないんで、そうそう。で、そのブランド化ってやっぱりその結局はキュレーションのある種のディレクションじゃないですか。そうですね、いい感じのロゴで、そう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 、だからそこかな。で、ね、マネタイズっていうのも、まあ、そういう感じでスタジオとかさ、じゃあその後にそういういい感じのとこからレコード出してコンビでやってみたいなの、ね、後でつながったりもするじゃないですか。ただ日本の場合、業界のスタジオはスタジオ、レーベルはレーベルみたいな、それ以外のことあんま広げたくないし、そうね、短期でコスト回収してみたいなね、そうそう感じになっちゃうから、短期なくせにやたらこうなんかこう安定したビジネスモデルを求めたかったりとかねそうなんだよね、完全によくわかんないんだから、もし
ね、そういうのができる人がいたら、だからね、うん、そういう地方のライブハウスの人とかってかっこいい話してたりするかもしれないから、そうね、うん、そういうのね、そういうフォーマットを誰か作ってあげるみたいな。作ってやる。はい。大変の。そうそうそう。だけどそれ結局ある程度その戦略性も必要なんだよね。だからさ、うん、自分の好きなものばっか集めててもダメだしさ。全然な、そういう感動ってのある人ってどこにいるんだろう。でもなんかそういう企画をちょっとやって。ね、そうだよね、むしろマーシャルとかから、あ、いいよみたいな感じで来たらもう結構いけるじゃないですか。ね、でもうスタジオとかでもう場所もある、うん、じゃあ映像これでエンジニア一人雇ってマイク立てていけるから、ね、なんかさ、ほらカラーズショーってあるじゃない、ドイツだっけ、あ、知らないです、知らない、なんか、まあ、それ割となんか、R&B とかああいう系の人たちが出る、要するに番組なわけ、うん、タイニーデスクみたいな番組なんだけど、それ大体じゃあ収録しましたっつって YouTube で配信されるんだけど、ほぼ同時に要するにカラーショーとしていわゆるストリーミングに流れるのよ、うん、オーディオツリーもそうじゃん、うん、あれってほらバンドのそのページの中にさ、オーディオツリーライブっつって収まるじゃん、うん、あれってさ、じゃあそこで再生されたものって基本的にはオーディオツリーなりそのカラーショーとかに流れてくのか、それともバンド、まあそれちょっとどういうあれになったのかわからないけど、で結構その手の最近だから企画サイド、企画した人たちがもう自分たちで音源上げちゃうっていうのが結構頻発してるような気がして、はい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 、この間もいわゆるほらアメリカのトゥナイトショーみたいなやつのジミー・ファロンの、うん、トゥナイトショーにゲイリー・クラーク・ジュニアっていうのが要するにルーツがバックで出たやつが普通にプレミアムで配信されてるわけよ、うんうん、それで多分その多分テレビ局のクレジットになったと思う、はいはいはい、なんかそういうの増えてるかなっていう気がするんだけど、うん、この時の金の流れって基本的にはテレビ局なりにその視聴された分が流れて、そこからまあロイヤリティが多分そうなんじゃないですか。あと何いくら以上いったらこれ半分とか。だからなんかそういうやり方ね。日本だとどうなの。だから紅白歌合戦も全部切り出してってちゃんとアーティストのところに収めてって、じゃあそれ再生されたらちゃんとアーティスト戻るみたいな話とかっていうのに近いんだと思う。ね、紅白のね、60何年、何年とかのね。LP2 ディスクとかだったらちょっと面白そうですよね。全部1曲ずつになってて、あの当時の大音源じゃないですか。確かに。そうだよね。ね、うん、そうそうそう。だから結構そういうの面白いなという。そう、だからなんか、まあいろんなことできるよね。多分そう、できる。だって地元のあれじゃない、それこそレーベルで、ある種の番組作ってって。うん、できるんですよね、うん、そう。そういうのもできるし。YouTube で配信してみたいなのとか、うんうん。ちょっと楽しいもんね。楽しいですよね。一気に見れるっていうか、アーカイブできるのがいいですよね。そうだよね、うん、今、あとそのマーチ売ったりするのはどこ使ってんの？バンドキャンプとかなの？マーチはやっぱライブだけなんで。そっかそっかそっか、うん、今まではバンドキャンプ使ってたんですけど、うん、レコード全部売るのも、で、あそこ 15% とか取られるんですね、はいはい、で、その割にあんまカスタマイズができないんですね、まあ、そうで、バンドキャンプの会社までわざわざ行って社長に話して全部こう変えてくれみたいな、国ごとのなんか税金も全部なんかぐちゃぐちゃぐちゃだし、なんかこうだったらシッピングこう出してよっつったら、いやそれちょっと無理っすわみたいな話になって、じゃあ 15% 払うところのあれは超えたのかなみたいな、やっぱバンドはいいけどレーベル用じゃないというか、ああなるほどね、うん、そうかうん、でまあお世話に超なったからバンドキャンプは、そうかそうか、今バンドキャンプなんですけど、今ホームページ作ってます自分たち、それって裏側になんかいわゆるショッピファイとかああいうそうまあ入れてどうやったかなみたいな、ショッピファイやろうかなみたいな、やっぱショッピファイ、うん、みんなショッピファイだよね、いいっすかあれ、いや俺使ったことないけど楽みたいな、いやいや俺は本当に使ったことないけど、ビヨンセも使ってるし、ビヨンセ使ったら大丈夫か、フランクオーシャンも使ってるそう、うん、で、まあ、発送した気が僕たちアメリカとヨーロッパ2つあるんですよね、そうか、
だからそれもサイトで分けなくちゃいけないし、みたいな。うん、なるほど。でもデザインも今考えてて、うん、面白い。いいじゃん、面白い。いや、ちょっと、あれ今年はもう日本に帰ってこない。5月帰ってきます。5月帰ってくる。ちょっとなんかあれだね、イベントやるの大変かな。なんか、なんかやりましょう。うん、ていうかね、なんか今の話とか、要するにバンドの、バンドとかレーベルとかが、こういうことやりたいんだけど、どうしたらいいとか、そういうさ、相談会とか、やっぱいいと思うけどな、うん。ちょっとなんかね、パネルディスカッション的な。パネルディスカッションっていうか、もう本当にちょっと、お悩み相談みたいな。でも本当にかっこいいバンドってそういうとこ来ないんですよ、うん、多分、まあ、そうだ、うん、うちらがそういう、そういうとこ聞いてほしいなっていう時にリーチできないんでね、うん、あん、うん、そこがね、うん、ギャップがあるというか、そうじゃないですか、確かにね、うん、そうなんだよね、なんかほら日本の結構不思議なとこってさ、人の話聞くの嫌なんだよね、つまりなんていうの、うん、人がやった成功したモデルとかっていうのパクるとかっていうのとかさ、うん、なんつうんだろうな、だから意外とそのソリューションが共有されないわけ、うん、でやっぱりなんか自分たちが自分たちスクラッチでソリューションを作るのがある種の美徳だみたいなことをやってっからさ、なんつう、無駄が多い気がするんだよな、うん、とかほらあいつらがやってることは俺らやんねえよとかさ、うん、多分そうなるかも、なんかイメージがある、うん、こいつらこんな偉そうにそうそうそう、だからなんか結構やっぱり、うん、なかなかね、でもなんかね、片耳ぐらいでね、うんみたいな、そのぐらいだってもいいんだけどね、うん、本当は、まあね、こういうふうにやってるんだぐらいの感じでね、うん、いや偉いわ、面白い、ちょっとまた継続してね、はい、いろいろお話できたらそう、お願いしますありがとうございます、はい、じゃあ君島さんありがとうございます、ありがとうございます